ないはずだ。その七万両というのは、大久保岩見守が家康公の命令で最初に伊豆の金山を掘った時、五日のために掘った黄金の一部を割いて箱根の山中に隠しておいたのだ。その頃箱根にはまだ関所はなかった。岩見守は腹心の家来石坂左文字に命じて、その黄金を箱根山中のどこかに隠させ、ち口実を設け、黄金を隠した家来石坂左文字を切り、絵図面だけを手箱に入れて根間の床下に埋めておいた。その手箱は公儀役人に没収されたが、役人に見つけられる前、僧侶の藤十郎はそっと絵図面だけを抜き出し、恐ろしい災禍の身に及ぶのを悟って、七つに切って七人の兄弟に分け、密かに七人の子孫に伝えて、いつかは七枚一時に世に出て、秘めた七万両の宝が大久保家の再興に役立つように命じて掲示した。七つに切った絵図面は大久保岩見守の百年記に箱根の山の感動で一緒に集まることになったのだ。こいつはまぐれあたりや物の弾みじゃない。死んだ岩見守の導きか。いや、そんなことでもあるまい。俺たちの目にも止まらない恐ろしい人間がたくましい知恵を働かせて、絵図面の切れを持った大久保岩見守の七人の子孫を糸をたぐるように日本国中から箱根へ集めているのだ。そういう赤崎西一も不敵な眉を潜めて、たくましい肩をぞっと震わせました。で、海六は何べん固唾を飲んだことでしょう。大久保岩見守の子孫は四方八方に散っている。勝手な名字で勝手な仕事をしている。この赤崎西一もその一人なら、お前厄介の海六もその一人だ。七人の子孫が集まって仲良く一万両ずつ分けるなら物事は穏やかだが、俺から始めそんなことじゃ嫌だ。七万両みんなか元の木阿弥かだ。七人のうちには太いやつもいるだろうが、七万両みんなさらってやろうと爪を研いでいるのはこの俺ばかりじゃあるめえ。赤崎西一の話は厄介の海六の肝を奪いました。二種や一貫のゆすりを大きいことにしている海六にとって、七万両の世界は何という途方もない想像を絶した境地だったでしょう。旦那、そいつは驚いたね。あしなら七万両が七十両でも御の字だが、こうなりゃ意地だ。見事七万両を手に入れて、山吹色の山の上で昼寝をしてみたくなったよ。いい心がけだ。その気で一つやってくれ。年寄り何をやらかしゃいいんだよ、旦那。ちょいっと女の子を一人さらって、若い武家を一人眠らせるんだ。へえ、安く言うが、そいつは大仕事だぜ。そんな気の弱えことじゃ、七万両の夢を見るのも難しいぞ。いいか、海六。赤崎西一は海六の耳に口を寄せました。お、くすぐって。贅沢を言うな。汚い耳だな。たまには掃除をしておけ。そこまでは届かねえ。寝物語なんてものを持ちねえからだよ。無駄を言いながら何やらささやく二人。それを奥の一間からじっと耳を澄まして聞いている旅の運水のあることには気がつきませんでした。旅の運水、名は空前。これも同じような不思議な手紙をもらって箱根の感動へと急いでいたのです。運水空前は腹痛を起こして店の奥に横になっているうちに大変なことを聞き込んでしまいました。店を出て行く二人の後ろ姿を見送りながら、図田袋から手紙を取り出して読み直すと、名月の宵、箱根感動大光道の辻堂にて、非業に相発る五あるいは七の屍を見るべし、いずれも救いがたき五悪の輩ながら、末後の引導を頼み入るものなり、と見事な筆跡で書いてあるのです。女妖白糸のお滝。
ちょいとお待ちなさい、旦那、旦那。二度まで呼ばれると山浦丈太郎は静かに立ち止まりました。畑宿を越えて左へ一足、箱根笹のすさまじい茂りの中へ分け入ろうとしたところを呼び止められたのです。拙者に用事か。あたりを見回しましたが人の気配もありません。慣れた箱根道ですが狐につままれたような心持ちでしばらくは立ち尽くします。ちょうど真昼時分、不思議に一足が絶えて感動に分け入るのは今を置いて機会があろうとは思われません。長い間関所役人をしていた山浦丈太郎は何もかも心得ているくせにふと不安な心持ちになりました。そこを入ると関所破りになりますよ、ご存知ですか旦那。振り向くと思いもよらぬ近々に女の首、草むらの中から半身を出して溶け入るようににっこりするのです。心得ている。山浦丈太郎は悪びれた色もありません。まあ、もっとも関所のお役人だった旦那がそんなことをご存知がないはずはありませんわね。何？山浦丈太郎はさすがにぎょっとしました。それを承知の上で感動へ踏み込むのは。お前は何だ、見たことがあるような。お忘れになりまして。またにっこり浅黒い顔、美しくもない髪形、木綿地の地味な合わせを着ておりますが、にっこりすると箱根中がカーッと明るくなるような魅力です。白糸のお滝ではないか。この素晴らしい笑顔で山浦丈太郎はようやく思い出したのです。焚き火の茶屋で愛嬌を売り物にしていた箱根名物のお滝、小田原の家中の若侍がどんなにこの女一人を話題にして騒いだことでしょう。それにしても以前と少しも変わらぬ若さと愛嬌は何としたことでしょう。3年前のお滝は19か20歳に見えましたが、3年後の今近々と顔を合わせても20歳よりあまり上とは思われません。まあ嬉しいわね。そう言ってまたにっこりする様子はかつてのお滝より少しばかり物慣れて見えるだけのことです。どこへ行くんだ、いきなり藪から顔なんか出して驚くじゃないか。藪から棒でなくってよかったでしょ。シャレを言うな、俺は少し急ぐことがある。山浦丈太郎はお滝をかきのけて箱根笹の藪へそま道をたどって飛び込もうとするのです。まあ本当に関所破りをなさるつもり。お滝はふいと身を開きました。心眼の筋があってここを登らなければならないのだ。どんなたたりがあってもくどい。箱根関所の元お役人が何もかも心得て関所破りをなさると容易のことではすみません。命にかけてここを登る御用というのは何でしょう。それを聞いてどうする。まあそんな怖い顔をなすって、私はあなたのおためを思って申し上げるのですよ。悪いことは申しません。黙ってここからお帰りなさいませ。あなたのお望みは私が代わって渡してあげます。俺の望み？俺の望みは命を捨てに行くのだよ。敵を撃たれに行くのだ。まあ、それをお前が代わってくれるというのか。山浦丈太郎の方には皮肉な微笑が浮かぶのでした。たったそれだけ？山浦様、命を捨てることがたったそれだけというほど手軽か。これは山浦様。お滝は帯の間から錦の守り袋を取り出して目の前にチラチラさせるのです。お、それは俺の守り袋だ、いつの間に。ふもとの茶屋でこれを抜かれたのをご存じなかったのでしょう。お前か。まあ私が泥棒や巾着切りに見えます？他に誰もいなかったはずだが。厄介の海禄という日本一の厄介な男があなたのそばでどぶろくを飲んで絡みついていたはずではありませんか。うん、この守り袋の中に
命と釣り替えの大事なものが入っていることをご存知でしょう。いや、その中にはへその緒書きが入っているだけだ。今死ぬ身に用事のない品、親切義があるならそこらの草の中に埋めて人にまたがれぬようにしてくれ。言い捨てて山浦丈太郎は箱根笹の中に分け入るのです。その頑丈な後ろ姿を照らして赤々と照る秋の日、箱根前山の緑は老いてなんとなく裏寂しい昼下がりの風物でした。そのへその垣の上を包んだ紙切れにご用はありませんか。いらない、そんな保護紙。まあ、これが保護紙、何が書いてあるかご存知もない。男の気楽さにお滝も少しあっけに取られた様子です。知らない、もう俺に構うな。山浦丈太郎は箱根笹を分けて次第にその深みへ没し去ります。なんというのんきな人だろう。お待ちなさいまし旦那。山浦さん、ねえ、あなたの力を貸してくださればこの勝負はこっちの勝ちなのに。ちょいと。お滝の声もちらほら見え始めた旅人の姿に遠慮してそれっきり飲み込むほかはなかったのです。その間に山浦丈太郎の姿は心得切った蕎麦道を谷の方へ降りていった様子。ここからはもう何にも見えません。しようがないね。